速稼塾の久保です。人間は完璧ではないってよく聞きますよね。ですんで私は人間は完璧ではないってことを本当にね、信じているんですよ、で完璧な人間ってのはある程度失敗をするというふうな言い方もあります。そうなんですよ、完璧な人間ってやっぱりね適度にミスをする人なんだと思うんですよ。でどちらにしても何でもかんでもうまくやる人ってのはまあなかなかいないんだろうなと思ってるんですよね。特に私が生きているその生活圏の中とか、私の行動範囲の中にはね 100% パーフェクトな人はいないんだろうなというふうに失礼ながら思わせていただいてます。でそこで今回ね、お話しさせていただくのがやっぱ完璧な人がいない以上どんな人でも攻略できるってことなんですよ。で何が言いたいかっていうと、もうね権力者が権力を持ってるから自分たちが何をやってもダメなんだって思う必要がないってことなんですよ。どんな権力者もどんな組織もやっぱり人間である以上必ずミスをすると、必ず弱点がある、完璧じゃないと。じゃあどこから切り崩せばいいのかってことを私たちが見抜けるかどうかっていう勝負なんですよ。ここから切り崩していったらこの組織は瓦解するっていう風な、そのねポイントが見つかれば攻略法っていうのはあるんですよね。でそれを見つけるのを最初から放棄して、もうねもうやられてるからダメなんだ、国の制度がそうなんだ、決まりがこうなってるからダメなんだっていう風に思っちゃうかどうかなんですよ。で私はそういう意味で諦めないんですよね。何かを手に入れようとかね、何かを達成しようと思ったらどこから攻めていけばいいのかなと。人間は完璧じゃないと、全てのものは絶対にはないんだと、絶対はないんだ、だからどこから切り崩せばいいのかなっていう風に見つけていく、それが知恵と工夫だと思うんですよね。で皆さんどうですかね、何かことに当たるときにすぐ諦めちゃいますかね。なんで諦めるんでしょうか。それは切り崩すポイントが見つからない、もしくは見つけようとしてないからだと思うんですよ。でも私はですね、必ず攻略できると思います。どんなものも、どんな組織も、どんな国も、どんな権力者も、どんな組織もですよ、攻略できると思います。例えばね、多勢に無勢って言葉がありますけども、大勢の人で作った組織でも人が多ければ多いほどその組織の中に不満を感じている人がいるんですよ。じゃあその不満を感じている人とつながって組織の内部からクーデターを起こして壊していくってことは可能になるんですよね。一番厄介なのは1対1の時ですよ。向こうも1人、こっちも1人っていうことは、その1人の中の一番ダメージをね受けやすいところ、弱点を探さないといけないんですよ。でもその人が1人である以上、誰かとつながっていなければ本当に孤独であるとですね、もう弱点の見つけようがないんですよね。だから孤独が最強なんですよ。下手にね、孤独な人、一人で生きてる人が家族を持ったりすればウィークポイントができるんですよ。財産を持つとそこもウィークポイントになるんですよ。まあですんでね、今回の話まとめさせていただくと、完璧がない以上必ず攻略できるってことなんですよ、ね、自分も完璧ではないんだけども、我も人なり彼も人なり、みんな完璧ではないんですよ。だから誰でも攻略できます。ただ攻略の方法が見つかるかどうかっていう自分の力量の問題ありますよ。だからいろんな体験をしたり、いろんな勉強をしたり行きましょうってことなんですよ。自分を高めていって、自分の見識を広めていって、自分の力量を上げていけばどんなものにも抗えると私は思います。そういう意味で、人には完璧がないと、物事には絶対はないという言葉を私は強く信じているかなというところでございます。では本日は以上です。